スタジオにはゲストをお招きしています。本日ジャスダックから第2部銘柄へ市場変更されました証券コード3741株式会社セック代表取締役社長秋山逸志さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。東証2部上場おめでとうございます。ありがとうございます。改めまして秋山社長から、御社、株式会社セックにつきまして、はい、事業概要をご説明いただけますでしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。当社でございますけれども、リアルタイム技術これをですね、用いたソフトを開発している会社でございます。はい、でリアルタイム技術っていうのは一体何なのかっていうことなんですけれども、リアルタイム技術、はい、これはですね、時々刻々と変化する外界と密接な相互作用を持ったコンピューターシステムを開発する技術というふうにですね定義されております。簡単にご説明いたしますと、はい、コンピューターといいますのはインプットがあって入力があって、何らかの処理をして、出力を出すというのはコンピューターになります。でその入力部分これがですね自然現象いわゆるそこの部分がこの時々刻々と変化する外界っていう定義になるわけなんですが、はい、そういった自然現象を相手にしたいわゆるコンピューターシステムを開発する要は設計技術これをですねリアルタイム技術というふうに、申しております。なるほど。ここに絵で描かれているようなところに使われているとそうですね。で特に普通のシステムと違いますのは外界の事象というのは非常に特色がありまして、ある事象に関しまして突然発生したりそれから集中したりで、どんな順序で発生するかわからない、うん、それと一番大事なポイントはですね再現性がないということですね。再現性、はい、二度と同じことが起きない、はい、でこのような事象に対して瞬時に応答して24時間いつ起きるか分かりませんので24時間連続で動いてで再現性がない事象であっても何らかのトラブルが発生した場合にはそれを解析しなければいけない、うん、こういったようなシステムの特色がありますので、それなりの、設計技術といいますか、知識なりそういったものが必要だということになります。この自動走行の車がこれから街に出てくるという状況では、はい、間違いなくそこでは御社の技術のようなものが搭載されているということになります。そうですね、基本的には設計技術でございますのでいろいろな分野ここで言いますと例えば衛星搭載系のいわゆるソフトウェアですね、それからロボットの制御用のソフトウェアですとか、そういったところに、設計技術ですのでそういった分野に応用が効くということになりますので、うん、ある分野で使われるような技術ではないということで非常に応用範囲が広い、技術になります。設計ですね。はい、はい、そして事業展開としますと、はい、事業はどういう領域で今なさってらっしゃるかですね。はい、これが当社のビジネスフィールドなんですが、はい、セックのスローガンなんですけども、これは社会の安全と発展のためにというのをスローガンといたしておりまして、この社会の安全と発展に関連する分野の中でいわゆるリアルタイム技術これがですね多く使われる分野それが当社の、事業領域ということに、なります。はい、まず社会の安全ということで社会基盤系のシステムですね、社会のインフラに関する部分ですね。左上ですね。左上です。はい、それから、社会の発展ということで、宇宙先端システム右上、はい、はい、宇宙関連システムの開発ですとか今先端システムとしては、ロボットですとか、そういったような先端分野の開発これがですね創業以来の、2つの分野でございまして、漢字なんですね。社会基盤と宇宙先端っていう、はい、1970年、そうでしたよね、はい、当時は、はい、そうですね。それでそれ以後ですねこのモバイルネットワークですとかそれからインターネット、こういったですね時代の変化、ネットワーク技術が、進歩すると無線が進歩するといったような状況によりまして、事業領域が増えていったということになります。リアルタイム技術はまさにこれもう世の中全てに応用されてますね。そうですね、はい、なかなかベースとなるようなどちらかと言いますとセックの場合には、こういった領域が伸びるというようなところではなくて、このリアルタイム技術が使われる分野が広がることによって当社の事業領域が広まっていくというふうに考えていただいた方が分かりやすいかなというふうに思います。なるほど。そしてこの4つの領域が売上ベースではどのような構成になっているかと、今現在の、これ第3四半期のですね、数字の比較になっておりますけれども、こういった状況に
になっております、はい、で私どもの考え方といたしましては、ビジネスフィールドの役割なんですけれども、これはですね、観光庁主体の社会基盤システム、うんうん、それから、民間企業主体のインターネット、はい、でこの2つでですね業績のベース、うんうん、これをですね支えまして、で現在の成長分野でありますモバイルネットワーク、はい、これで業績を伸ばして宇宙先端システムでそれ以降のその先のいわゆる成長分野を探していくというような構成になっております。先行投資ですね、はい、この画面の下の方にある社会基盤とインターネットがまさにベーシックな部分を支えている。そうです、ベーシックな部分ですね、はい、で意外とですね、このビジネスフィールドの構成なんですけども、需要構造の変化がいろいろと時代に伴っておきますので、その変化がいわゆるポートフォリオが働く、うんうんうん、まあ、そういったような、特殊設置ですね、特徴を持っているような、BF の構成にいたしております。少しずつ変わっていくわけですね、はい、構成比が。そして御社の業績なのですが、はい、ですね、今期なんですけれども、通期の業績でございますけれども、売上高が43億4000万円、営業利益は4億2000万円、経常利益は4億4000万円、当期純利益は3億円ということなんですが、売上高はですね、過去2番目、過去2番目ぐらいを見込んでおりますけれども、利益面は、まあ、ここ、5年ではちょっと、最低の水準になっていると、はい、でこの要因はですね、上期にちょっとお不採算案件が、まあ、発生いたしまして、それで今期はちょっと業績、業績に関しては、まあ、低迷いたしておりますが、ただ利益率的に見ますとですね、 10% ぐらい、約 10% は確保いたしておりますので、はい、そういった意味ではですね、特に悪い数字ではないというふうに認識いたしております。システム開始としてはかなり高い方になりますよね、はいはい、そしてこれ売上の伸びを支えているものが、はいはい、やっぱり少しずつ時代とともに変わったと、はい、そうなんですね。ここ数年間というのはあまり伸びていないという印象なんですけども、これがですね、創業以来のですね、売上の推移のグラフになっておりまして、どちらかと言いますと、当社の場合にはですね、まあ、大きなイノベーション、まあ、技術革新がありますと、会社がヒュッと伸びると、で次のイノベーションが来ないとですね、業績がちょうどこう踊り場っていうんですかね、ちょっと低迷するって言いますか、伸びないという状況が、発生いたしておりまして、現在はですね、スマートフォンの普及、これがですね、一度終わりまして、いわゆるそれ以降が、まあ停滞しているというんですかね、踊り場にいるというような状況です。次の大きな技術革新、はい、イノベーションを今待ってると、はい、ということになりますね、はい、では御社のその強みも含めたイノベーション技術革新の部分ですね、はい、はい、当社の特色はですね、ビジネスコンセプトが QCD&I ということで、はい、このですね、当社の特色は、まあ、QCD というのは一般的に品質価格納期ということなんですが、クオリティとコストとデリバリー、はい、これでお客様の基本的な満足度を確保いたしまして、はい、まあ、イノベーションで飛躍するということで、当社の特色はこの I の研究開発ですね、イノベーション、まあ、変化先取り、ここに特色があります、はい、これは今はどういう分野を重視されているということになるんですか、はい、この研究開発のテーマはユビキタスということを挙げておりまして、このユビキタスといいますのは、もともとゼロックスのパロアルト研究所、これが1989年にですね、概念を発表いたしておりますが、まあ、いわゆるものとものとをつなぐという概念なんですけれども、それが技術の進歩とに伴いまして具現化してきていると、うん、その具現化しているのが IoT であり、いわゆるロボットになってきているということで、非常に現代のですね、まあ、2000年ぐらいからこのテーマは持ってるんですけども、まあ、具現化してきたなっていうようなイメージを持っております。もう IoT とかこちらにありますような AI 人工知能とかロボットの、はい、この言葉を聞かない日はないので、はい、そこに御社のリアルタイム技術は漏れなく入ってくるということになるわけですね、はい、そうですね。その次のページですけども、はい、これがIoT の構成要素なんですね、うん、でセンサーがありまして、で物があって、組み込みソフトがあって、ネットワークでつながって、サーバーがあって、データが蓄積されて分析だったり AI で解析するっていうのが IoT の基本的な構成要素なんですが、もともとセックというのは創業以来計測制御システムですとかセンサーベースシステムっていうのをやってまいりましたので、
それがですね、ネットワークを介して行うというのが最大のポイントになりまして、基本的な IoT の基幹技術というのはリアルタイム技術になります、はい、でそれを所有しているというのが当社の強みで、それをなおかつ、社員全員が持っているというのが、当社の最大の強みになるんじゃないかなと思います。全社員、はい、間接部門の方も皆さん持っていると、はい、そこは強みですね、はい、エンジニアしか採用しておりませんので、はい、エンジニアの方が経理やられたり、もう総務やられたりされてるわけですか、はい、全てそうなっております。すごいですね、はい、そして、今後の展開と、はい、事業展開ですね、はいはい、今ですね、今後伸びる成長分野としてロボットを考えております。で、呼び出す社会の究極の端末はロボットになるのではないかということで、2003年からですね、ロボットに関して研究開発をいたしておりまして、多分ソフトウェア会社の中でですね、この当時から、10年以上前になりますけども、ロボットの研究開発をしている会社っていうのは多分当社だけなんではないかなというふうに思います。で、ロボットのポイントはですね、安く作ること、それと、サービス系のロボットの場合には人と一緒に過ごしますので安全であること、この2つがポイントになります、はい、で、セックが強いのは安く作るためのロボットの標準化技術、それと、安全であることの機能安全のいわゆる技術、この2つを持っているというのがいわゆる当社の最大の強みになるとかと思います、現状としてロボットビジネスは今どこまで来ているんでしょうか、はい、ここに実績というところでちょっと数字を出させていただいたんですが、前々期がですね、1億円、それから、前期が2億円で、今期第3四半期までで4億円を超えてきておりますので、基本的には倍っていう形で今伸びているということになります。ただ今現在のですね、案件自体が研究開発案件ですとか、それから試作品の開発、こういったところがメインでございますので、これが実証ベースに入ってきます と、もう少し伸びるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど、分かりました。では改めてカメラの向こうにいらっしゃる投資家、視聴者の皆様に秋山社長からメッセージをお願いいたします、はい、当社は1970年に、リアルタイム技術に着目して、創立された会社でございますけれども、このリアルタイム技術はですね、半世紀経っても、陳腐化していない、技術でございます、これから IoT、の時代に入りまして、いろいろな分野でこのリアルタイム技術、これが、使われる分野、これがすごく多く広がっていくと思います、株主投資家の皆様におきましては、ぜひ当社の今後の成長を、ご期待いただきまして、ぜひご支援の方よろしくお願い申し上げます。秋山社長、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間のゲストは、本日ジャスダックから第2部銘柄へ市場変更されました証券コード3741株式会社セック代表取締役社長秋山一志さんでした。